春季の自己肯定感を高くする褒め方、あるいは低くする褒め方ということです。じゃあ皆さん、どのように、人のこと、春季の方のことを褒めているでしょうか。また、もし褒めるとしたら、どんなふうに褒めたいと思いますか。また褒めますか。あるいは、春季でなくても、なんか褒めることありますよね。そういう時の自分がどのように褒めてるかっていうのを、ちょっと考えていただいたらいいかなと思います。まあ、ここはちょっと例えで簡単に書いたんですけれども、例えば、よくできたねとか、すごいねとか、褒めたりすることありますよね。あるいは、今回、何々さんより点数が高かったねと言ったりすることもあるかもしれません。これは例であって、もっと違う表現はあるかもしれませんけど、が、その誰かと比較してという、褒め方もあると思います。あるいは、何位だったから何々を買ってあげようとか、一番だったから、これを、前欲しがってた、これを買ってあげようねとか、そういう褒め方もあるかもしれません。いろんな褒め方があると思うんですけれども、自己肯定感を高くするということで言うと、どのような褒め方がいいんでしょうかというのが、今日のポイントですね。で、特に褒めるってことは、基本的には自己肯定感に関して悪くはないはずなんですね、基本的に。なんか褒めたりすること、褒められたりすることは、その、方にとって、まあ、思春期だと、本当になんか褒めても、あんまり反応なかったりする場合もあるかもしれないんですけど、それでも、それが悪くは多分ないと思います。一般に。ただ、あんまり、おすすめできないで、あるいは、やはり、褒めるのが、悪くはないはずなんですけど、それでもマイナスの方に意図に反して、褒めてあげようと思って、褒めて相手が良くなるようにしようと思っているにもかかわらず、そうでない方に結果的に影響を与えてるっていうことも実はあるんだということで、今日はそういう注意点っていうんでしょうかね、そのポイントについてお話しできたらなと思います。皆さんも自分自身の人を褒めたりする時の褒め方で、あんまり褒めないとか褒めるのが苦手だと思っている方ももしかしていらっしゃるかもしれないですし、すごく自分は褒める方だ、すごくよく褒めてるんだ、いろいろ褒め方に関しては考えてるんだという方もいらっしゃるかもしれませんが、今日のポイントは、実はこの外発的動機づけと内発的動機づけと、ちょっとこの部分からの褒め方について考えてみたいなと思ってるんですね。で、この外発的動機づけとか内発的動機づけとか聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですが、具体的にどういうことかっていうのをまずちょっとお話ししたいと思います。外発的動機づけというのは、外部からの要因によって行動への意欲が高まる心理状態、評価、賞罰、義務、報酬、賞賛などの自分以外の要素によってやる気が起こることというふうになっています。で、これに対して内発的動機づけというのは、自分自身の興味や関心などの内面的な要因によってやる気が起こることとなっています。なんか外発的というのはちょっとわかりやすいんですね。評価とか、また賞罰とか義務とか報酬とか、まあ一般的にこちらの方が動機づけとしてよく使われるかもしれません。で、内発的はもちろんこれを
伸ばそうと思って、よく教育などで、しようとはするんですけれども、後でも、説明を詳細しますが、これをどうやる気を見つけられるか、内発的に、動機づけをさせるかっていうのが、難しいっていう場合もあるかもしれません。で、例えば先ほどのに戻りますと、上の、一番上のよくできたね、すごいねっていうのは、まあ、とにかく、褒めて、単純にシンプルに褒めてるんですけれども、その下の2つになると、そこには評価とか、賞罰ですね。この、商品とか、賞金とか、何か、開発的なものをもらうとか、あげるとか、そういうことが入ってきて、開発的な動機づけがすごく高く、なっている褒め方になっています。で、じゃあ、外発的、内発的、この2つをもうちょっと詳細に見ていきたいと思います。で、外発的動機づけのメリットとしては、短期間で効果が出やすい。つまり、なんかこれ、買ってあげるとか、なんか、はっきり結果が出るものですし、すると、短期的には効果がとても出やすいんですね。で、実施方法もシンプルでわかりやすいです。そして強い関心や興味がない人のモチベーション向上にも有効となってます。で、これがメリットですね。だからすごく使いやすいですし、よく使われていると思います。いろいろなところで。また自然に自分も使っているんだと思いますね。はい。多くの人がまたいろんなところで一般的に効果もあるし、すぐ効果もわかりますし、また、やりやすいですので使っています。でもこれがデメリットがあるんですね。で、効果が長続きしない。自主性や創造性を妨げる可能性がある。仕事とか、また学習そのものの価値や貢献度を高めにくい。このようなデメリットがあるんですよ。まあ、ここまで聞いてこられた方は、なんとなく、やっぱり外発的動機づけだと、まあ、今回、テーマにしている自己肯定感はアップしにくいんじゃないかなって多分思ってらっしゃると思うんですけど、確かにその通りなんですね。外発的動機づけにしますと、自己肯定感という意味では、その自分の価値とかそういうところじゃない方に、こう、外に基準が行ってしまって、自分に対する肯定、中から肯定する気持ちとか、そういうところは育ちにくいところがあります。じゃあ、内発的動機づけのメリットについて。ご視聴ありがとうございます。続きはヒルズウォッチで配信中。気になる方はぜひ概要欄をチェックしてください。チャンネル登録、SNS でのシェアもよろしくお願いします。